11月4日、南伊勢町総合グラウンドで第5回南伊勢町町杯グラウンドゴルフ大会が開催され、町内から134名の選手が参加し、競技を楽しみました。今回第5回の町長杯のグラウンドゴルフ大会を開催させていただきましたところ、南伊勢町長杯グラウンドゴルフ大会は南伊勢町が南伊勢町老人クラブ連合会の協力を得て行う大会です。この日は町内各地から参加者が集まり、総合グラウンドに特設された3つのホールを3班に分かれて回りました。じゃんじゃんホールインワンをお願いしたいと思います。また今日のこの大会の開催と先生、私たち南伊勢町老人クラブ連合会の一同は、ここに町長杯を戦うにあたり、マナーを守り、ルールを厳守し、ゴルフを通じて友好を図り、正々堂々と戦うことを誓います。グラウンドゴルフはさまざまな長さのホールを回り、ホールポストを目指してクラブで球を打ち出します。ホールごとにホールポストに入るまでの打数を数え、合計打数が少ない人から順位が高くなります。またホールインワンをすると1回につき合計打数から3打数引かれるため、非常に有利となります。各選手はホールインワンを狙い、会心の一打を決めようと熱心に競技を行っていました。打球がホールポストに入ると競技者から拍手が起こるなど、この日の大会は大盛り上がりとなっていました。これみんな詰まるやろな、ここ。なお、今回の大会ではホールインワン賞として1回のホールインワンにつき新しいボールが1つ贈呈されました。大会の結果はご覧の通りとなりました。